大スキャンダル発覚。でもね、私気づいちゃったんですよ。これ、やっぱり何かがおかしい。ハロー YouTube。下根塚さんのニュースの猫川にゃ、今日これドンブカ闇ニュースをお送りいたします。祝テレビ出演コーナー。先週12月23日の旅サラダに出られたんですね。出演おめでとうございます。え,え見た目で判断するな。 歯並びで判断しろ。の中では大、ね、思ってるより私でくさ今日はですねあの有名芸人を救いたい話していきたいと思いますつってんねということでねやっていきましょう人気お笑いコンビダウンタウンのボケ担当、松ちゃんっていう ちゃんの話なんですけど、知らねえダウンタウンの話しようとしてないこいつ。ゃあちょっと待って。もう一人の相方は、出前カンです。あ、知ってる方だったわ。出前カンこの、ちゃんが、文春法を食らってしまいました。都内高級ホテルで催されたパーティーで、この、ちゃんが、複数の女性に、 無理やり、ちょめちょめを強要した。ということで、女性が文書に告発した。っていう話で今大問題になっているわけですよ。つは、二つ目の、超マテオ事件か。ということで、今すごい盛り上がってると。くしくも、彼が審査委員長を務める M1 グランプリ、翌日の報道。今回の M1 グランプリでも、彼の、 めちゃめちゃ冷静な審査っぷりが話題になっていて株が上がりきったところでの文春法。これおそらく M1 が終わるのを見計らっていたと思われるスプリングセンテンス。さすがなんですけれども。皆さんこの件どう思いますか今ネットでは松ちゃんを嫌うちゃん嫌いの皆さんがここぞとばかりにひとしを叩いていますけれども。一つ言ってもいいですか松本人と 悪くないっすね。なんでかっていうと、これ、2015年の話なんですよ、皆さん。昨日今日の話じゃないと。まあ、この時点で、ちゃんはすでに結婚してるんで、奥さんには謝るべきです。でも、この女性の発言っていうのが、実は証拠がないって言われてるんですよね。今回、このパーティーって、あの、後輩芸人の王っていう人。まあ、誰かよくわかりませんけど。 甘い人が、甘、まあ、甘くない人なんですけどもね、甘くない方の人がセッティングして、今から、今からすげえ人が来るから、いや、そんな声枯れてね、枯れてたわ。枯れて、甘くない方だわ、これ。今からすげえ人が来るから、スマホ禁止ね、つって、スマホ回収、つって。だからスマホとかないんですよね。 で、まあ、その場に行って、まあ、そういうことされたと。一応、記事では、俺の子供を産まんかいみたいな、クレイジーケンバンドみたいなこと言われたって書いてあるんですけど、見出しにはね。でも、なんか記事を読んでみると、君みたいな真面目な子に、まあ、俺の子供を産んでほしいんやと迫ったっていう話なんで、全然ちょっと話変わってくるわけですよね。まあ、もちろんね、こう、嫌がる女性に対して、無理やりこう迫るっていうのは、これはいけないですよ。これはいけませんけど、 ね、2015年から7年も経ってなんで今更言うのかっていうことが1個疑問と、あともう1個、その女性たちはのこのこと自分から ホテルが会場のパーティーに行ったわけですよね。自分から言ってるわけですよ。まあ、その場で嫌なことされたにしろですよ。芸能人に会えるかもっていう下心があったわけですよね。これ果たして本当にちゃんだけを責める問題なのかと。僕あれですからね。女子アナを目指してる女と芸能人のパーティーにのこのこ行く女は大嫌いですからね 二度と逆らないあれどうもね、ちゃんを落とし入れようとしてるようにしか見えないと。これ実はこの M1 の前の日に直接文春がまっちゃんに取材してるらしいんですよ。で、この記事が出ますと。いうことを言ったらしいんですよ。そしたら、その事実を認めずに、え証拠あんのと逆に迫ってきたっていう話なんですよ。そして M1 であの冷静な審査アプリ。これ、 まっちゃん的にも、いや、別にって思ってる可能性あるわけですよね。これ、まあ、直接対決になるわけなんですけど、まあ、果たしてどうなってしまうのか。ただ、やっぱり、こう、コンプライアンスにうるさい、まあ、広告主たちは、今回の件が出ただけで、いきなり及び腰になってる可能性もあるし、 今彼が抱えている人気番組の数々。まあこれの存続がね、まあ今危ぶまれてる。どうなってしまうのかって話なんですけど。まあでも僕はね、ちょっとはまあそのもちろん女性とマ、ま、っちゃんのね、まあその二人のやりとりは本人たちにしかわからないから、それは僕が口を挟むことじゃないけど、自分から言っといてそれを芸能誌に売る。 これはもう、渡辺の時もちょっと思ったんですよ。渡辺も最低ですけど、ついていくお前も大概やないかと。しかもこれね、彼女が、いくら心に傷を負ったからって、週刊誌にそれを売ることで、佐々木ぞみちゃんとその子供を傷つけるっていう。だからこれ、なん誰の得やねんと。お前の承認欲求だけちゃうんかって僕はちょっと思ってましたね。まあもちろん渡辺も好きじゃないんですけど、なんか嫌なことされたからかどうか知りませんけど、なんかそれをね、売っ ってっていうのがちょっと違うな警察に行けばよくねと思うわけですよ。だからなんか、なんか なんかね、ちょっと闇を感じますね。で、プラス、やっぱり今、こう、吉本工業が、超マテオ事務所に代わって、まあ、メディア支配を行っているということを、まあ、怖高に言う人がいて、まあ、今回これで崩れるんじゃないかと。まあ、でも、文春といえば、まあ、超マテオ問題もそうですし、例の官房副長官の件とか、まあ、様々なネタをね、ぶっこんできた。ある意味、世直したいとも言われてるんですけど、一応、私たち界隈では、こういう風に言われてます。ホワイトハットと直結の文春、どんどん出して 来ますねそうやでそうやけど思想が極太です、極太。もう、そう、ホワイトハットです。え、ホワイトハットなんで。もう、じゃあ、そうなってくると、ね、ま、ちゃんを擁護してるお前は何ハットっていうね、そういうことですけどね。ヒヤリハットです。やかましいわ。これ、あの、教習所で聞くやつね。 知らんけどねす <laughs> この問題皆さんどう思いますかちなみに過去、えチャンが出演したある番組の中で、もし自分に不倫報道が出たらどういうふうに発言しますかっていう小池栄子さんの質問に対して、チャンが私は全てその通りですと認めると。認めてしまえばそれ以上ね、何も言えなくなるからって言ってました。くしくもあと数日後に彼が出演するね、 生放送が控えております。彼はその場で何を語るのか。まあね、この性に関わる問題って、まあ決してこう笑いでごまかしちゃいけないとは思うんですけど、彼の相方のね、出前、感がね、同じく不倫でフライデーされた時に、彼の奥さんがね、芸人だから笑いに変えてこいみたいなことを言ったわけですよ。まあしかもですね、まあ奥さんにの、まあ、不倫相手だったということで、 ちょっとよくわからないんですよ。ちょっとよくわからないんですけども。あと、フレンチクルーラーをもらって泣いたっていう。ちょっと可愛いデマイカの今株が無駄に上がってますけどね。まあ、今回、ツちゃんはね、どういうふうに対応するのか。まあ、ちょこ見のですね。まあ、そのね、女性が嫌なことされたっていうんだったら、まあ、それは謝るべきだし、ね。それは本人同士で解決してほしいけど、ね。これが なんかね、吉本全体のとか吉本の崩壊だとかねあのダウンタウン解散だとか、まあ、決してそこまではいかないんじゃないかなと私は思ってる次第です、まあ、あと別の見方をすると、まあ、この吉本興業っていうのは2025年に行われる大阪万博のまあ公式アンバサダーなんですよねそしてこのダウンタウンはその中でも筆頭タレントだって言われてるわけですよ今回のこの記事が出たことによってまた最近いろいろと問題が起きている大阪万博のまあ実施に対してのまあクエスン 疑問っていうのが、まあ、より広がるんじゃないかと。これを見て、実はこの万博反対派が仕込んだネタなんじゃないか説っていうのも出てきて、まあ、ちょっと闇が闇を読んでね。まあ、でもちょっと待てと。ね、もう、不倫といえば、マジで恋する5秒前、あの人はどうしてるのか。こうです。お分かりいただけただろうかテレ,ーレーテ,レテレレレ,レテレレレテいや、幻影旅団なんよこれ、聞こえますか俺たちから、あなたへの、レクイエムです。 いや、減塩量なんないよ、それは。はい、はい、ということで、ね、は、ま、い、あ、なんでこれ出してきたのか、<laughs> 出したかっただけですよね。ということでございまして。ね、まあ、不倫は文化だ、みたいなことを言った人いましたけど、ね、誰かを傷つけるようなことはあっちゃいけないと思います。ただ、それは、なんか、自身の名誉欲とか、金銭で解消されるようなことではないんじゃないかな、なんて思ってます。あなたはこの件、どっちが悪いと思いますか ちゃんですかそれとも告発した女性、週刊文春。それともアナウンサーを目指す女でお前どんだけ恨みやんねん、お前。まあ、昔振られましたんでね。う振られそういうことです。今年もあと少しで終わりますね。北朝鮮、キム・ジョン・イル、4体セット。いや、ちょっといいね。これ、いけるいける畳屋って書いてある。これ、マイケルの、マイケルの会社じゃないこれ。実家は畳屋です。おしマイケルってこと what do